アルキメデスの対戦は、三田のリフサによる日本の漫画及び、それを原作とした実写版映画。軍艦、戦闘機など、旧日本海軍の兵器開発、製造について、当時の技術戦略と人間模様をテーマにしたフィクション作品となっている。ヤングマガジンにて2015年52号から連載されている。単行本参観の帯には、映画監督、 アニメーターの安野秀明が、六巻の帯には漫画家の川口海事が、八巻の帯には漫画家の秋元治がそれぞれ推薦コメントを寄せている。実写版映画は2019年7月に公開された。三田によれば、ドラゴン桜執筆以前に本作の構想を練っていたが、諸事情でこれを断念し代案で提案したのが、ドラゴン桜だったとのこと。その後、 砂の栄冠終了後の自作の構想を練っている中で、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場を回収、関連のニュースを聞き、戦艦大和の建造時もこんな風だったのだろうという思いとともに、本作の構想を思い出し、そこからゴーサインが出たという。作中に登場する軍隊用語や造船用語については、監修者のチェックが入っている。本作のネームは、 この監修作業のため、2、3は先行して作成されており、内容も、こまわりとセリフのみならず、キャラまでコピー用紙に描くようにしている。これらの専門用語を作中に出す理由について見たわ。専門用語って、わけがわからなくても入ってるといいもの。漫画の格が上がる。読者もそれを逐一理解しようと思ってはいないが、むしろ専門的なことをわいわい言う雰囲気に、 テンションが上がる感じだと思う。役に立たない情報をきちんと入れる手法は、漫画業界におけるすごく大きなイノベーションだと思うんですとしている。また、この手法については、野田悟のゴールデンカムイから大きく影響を受けたことを明かしている。これからの戦争は、航空機が主体になり、巨大戦艦は不要になるであろうと考えている。 山本56海軍少将は、平山忠道造船中将が計画している無駄に、大きい巨大戦艦の建造計画案ではなく、対抗空気戦闘を考えた、藤岡義雄の案に賛成する。一方、平山は、不当に、安い見積もりで、自らの巨大戦艦の建造案、山和を新型戦艦造船会議で通したいと、考えていた。平山の計画を阻止するために、 山本は、元帝大生の海事課を海軍主継承者に抜擢する。海省者とその部下、田中正二郎少尉は、特別会計監査課の課長として、平山案の見積もり金額の嘘を暴くために奔走し、その過程で、日本の技術戦略にまつわる、数々の矛盾に直面していくことになる。実在人物については、閣内ブリンク先も合わせて参照。 政府ドイツ海軍政府アメリカ陸軍2019年7月26日に公開された。海軍省ロケ地横浜港ロケ地1945年4月7日、大日本帝国海軍の巨大戦艦ヤマトはアメリカ軍の魚雷と爆撃による猛攻を受け沈没していった。遡る1933年海軍では 心臓艦をめぐる会議が行われており、長野治中将と山本五十六少将は来る航空船に備え航空母艦の必要性を説く。しかし、平山忠道技術中将が持ち出した巨大戦艦の模型に大艦巨砲主義派の島田重太郎少将は簡単し、大隅峰夫大臣も魅了される。両邸で今後の方針を話し合う長野と山本は、 平山案の建造予算が異様に低いことに着目し、それを証明しようとするが途方に暮れる。料亭では、合流する学生服姿の若者がおり、山本は彼に芸者を融通するよう説得に行く。その若者、会事家の数学能力の高さに気づいた山本は、会に証明を行わせようとする。会は造船業で栄える尾崎財閥課に使える。書生で、西のゆっかは、 東の海と天才の誉れ高い青年だった。しかし、島田と尾崎と目吉の眼前で大韓挙法主義を批判したことに加え、令状の強固と親密になったことを貫通と、曲解され、東京帝国大学理学部数学科を方向になっていた。日本と海軍に幻滅する海は、カくクナに断り、プリンストン大学へ留学しようとするが、出発の間際、 日本が戦争で荒廃する様子を想像し、国民に幻想を与える、戦艦案を廃止、戦争を阻止するという山本の説得に応じる。2020年6月30日から7月16日まで、東京、シアタークリエにて上演されるほか、同年7月に全国公演も予定されていたが、新型コロナウイルスの影響で全公演が中止となった。シアタークリエ、 アルキメデスの対戦公式サイト発表。他、米村秀と神、沢直也、三村人と渡る、高橋彩人、シアタークリエ、アルキメデスの対戦公式サイト発表。ありがとうございます。